皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月の29日、日本時間で朝の10時17分、まずはメジャーリーガーの、日本人選手の人たちなどへのメッセージということで、先頭打者ホームランなどを打って、大谷翔平選手、その後の打席なんですけども、数日前の試合なんですけども、2回空振りをしていると。で、報道ステーションを見てるときか、画面に向かって僕は思ってた内容が現場で、伝わってるのか、大谷翔平選手へ。その次の試合、またホームランを打った後、その後、フォアボールを2つ選べてたんですね。で、特にこれは、翔平へのメッセージになるんですけども、6月特に調子が良いと。で、特に第1打席でホームランを打ってる。こうなってくると、相手ピッチャーは、やっぱりボール球を振らせたいっていう心境に、やっぱりどうしてもなります。で、なかなかストライクゾーンにボールを投げ込みにくいっていう心理状態っていうのはありますから、あとは別選手が今、怪我で、試合を、離れてるという部分もあって、基本的に、最初の方の打席は勝負してくると思います。下手に、相手ピッチャーの心理からしたら、先頭打者、試合が始まって、表と裏の攻撃がありますけども、ドジャースの攻撃の時に、翔平選手が、フォアボールを選んだ時に、足が速いと。で、ファーストに行かれたら、セカンドまで行かれる可能性があると。そうなると、もうノーアウト、二塁という場面から試合が始まってしまうと。で、その後、誰かがヒットを打つと、ホームまで帰ってこられる可能性が非常に高いと。非常に、得点される可能性が高い。こういうふうな場面、最悪連打になってしまって、相手ピッチャーからすると、最悪のケースが、打線がつながって連打になってしまうと、最初の方のイニングから大量得点されてしまうと。こういうふうな部分がありますので、特に最初の1打席目、2打席目等で、ホームランとかを打った時に、特に6月調子がいいんで、相手ピッチャーは基本的にやっぱりストライクゾーンにボールを投げ込みたくないっていう心理だと思いますよ。それは僕の方としても、報道ステーションを見ていた時に、その後、ホームラン打った後の空振り三振2つの表記がありましたので、一球一球のその場面とかを見てみなかったら、なかなか判断、しづらい部分はあるんですけども、多分映像は出てなかったんですけども、その空振り三振2つのところは、多分相手ピッチャー逃げのピッチングになったんでしょう。ボールゾーン、ボールゾーン、際どいところに投げて、で、とにかく振ってもらいたいと。で、バッター心理としても、バッティングの調子がすごくいいと、ちょっとストライクゾーンを広めのところまで振りに行ってしまうっていう部分があると思うんですね。で、それを次の試合で翔平選手はしっかりと修正できていた。フォアボールを2つ選んでいる。ホームランを打った後。こうすることによって、また相手ピッチャーは勝負せざるを得ない状況が、出来上がってくると。こういうことですね。で、あとは、本日なんですけども、昨日の河川の撮影した動画を、つなぎ合わせたり、エクスポートという作業なんですけども、そういったことをしながら、筋トレ2セットの方なのか、高速もも上げ2セットの方なのか、鈴木誠也選手がツーランホームランを打っています。こういうふうな状況ですね。何でも世間に、公に公開してますので、今まで言ってきた内容ともありますので、パソコンの打ち込みとかもそうですし、ホームページは IKSK にできる一番のところで、その日に記載してる内容もそうですし、基本的に日本時間のその0時00を回ってから、世界中のスポーツ選手の安全のお祈りをしてるんですね。で、そうすることによって寝れるようになってますので、そういうふうな形で、対応しています。もともと選手監督コーチ
という形で頭の中を使ったりだとか、まあそういうふうな話になるんですけども、僕は軸として何をしているかっていうところで影響が得点とかに出ていると、まあこういうふうな形ですよね。まあ先ほどだいぶ寝不足ということもあって、まあ昨日の撮影の部分もありまして、先ほどちょっと横になってたんですけども、パドレスが、その前は9対1だったんですけども、まあ1点取られたみたいですね。寝転んだだけで。だからその辺のところでね、まあ、眠れなかったとしても、まあ少し横になってるぐらいで、まあ、ちょっと体の疲れが取れたりだとか、まあそれはありますので、得点差見ながら、まあ9対1でしたので、まあ大丈夫だでしょうと、まあ、いうところで、一番、まあ今年のそのメジャーリーグで優先してほしいのは、その優勝回数を揃える話と最下位の数を揃える話であって、で最下位のところはわからないと。で、まあ、大谷、まあ、ドジャースの方は、まあ、能登半島で、寄付金出してもらってと。僕個人的にもそうですし、プロ野球業界として全体的に見ると、まあ、大谷翔平という選手の活躍は国家間を超えて、注目を浴びてると。まあ、その辺のところの、部分も込みで、日々僕は動いてる方ですね。だから河川の撮影とか行った時にホームラン打ってます、大谷翔平選手で、あとはその他のもうさまざまな要素ですね。方法は一つだけじゃないですから。世界のルールは法律で、どういうふうな内容で得点できるかっていう決め事をしてきたのであって、それが反映されている、いると。まあ、こういうことですね。で、基本的に筋トレとかをすると、その後眠たくなります。だからその辺のところで、相手チームに得点が入ったりしてるところを見ると、相手チームを勝とうとしてくる部分があってっていう部分でそうなってるのかもしれませんし、それ原因で、横には、眠たくて横にはなってるんですけど、眠れないという状況が出来上がっている可能性があります。天の神様へのお祈りに関してなんですけども、日本の日付が変わった0時00と、あと、明け方の5時過ぎにも起こされた時に、唱えてるんですけども、基本的に日本軸で、物事が進行してると思うんです。そうじゃなかったら僕軸に中心にして台風の発生数を抑え込むっていうことができてないはずですから、だから僕を軸にして物事がすでにいろんなことが発生してるっていうことが、これが正しい見解であって、それは裁判所に提出してある台風についてっていうデータを見てもらったら分かります。その後の文章とか読んでもらったら分かると思います。ということで、今日も大谷翔平選手は期待できるんじゃない、期待できると思っています。訂正って期待できると思っています。やっぱり選球眼が一番大事だと思いますね。ボール球振らないでカウント整えて、で、ストライクゾーンに来たボールをしっかりと振ると。やっぱりこれが野球の基礎中の基礎であって、フォアボールで塁に出たらだとか、そこで盗塁だとか、バントだとか、状況場面に合わせて、点数差とかに合わせて、あと残りのイニングとかを考えたときに、打順とかを考えたときに、どういうふうな行動が正しいかっていう、その、基礎っていうもの、すごく重要な基礎っていうものがあって、それをきちっと行うっていうことが、やっぱり仕事をきちっと行うっていうことにもつながってくると思います。今回のメッセージに関しては、これから、夏の甲子園、間もなく、あと1ヶ月後ぐらいですかね、1ヶ月ちょっとぐらいですかね、開幕甲子園でされてると思うんですけども、
まあ、トーナメント戦ですから、一球一球が非常に大事になってくると。まあ、今年の春の選抜で言うと、低めのフォークボールですね。ボール球になるボール。それを振りに行ってしまうと、普通のストレートとかも、こう、パッと振りに行った時に、その低めのフォークボールを打ちに行こうとしてしまうとどうなるかっていうと、そのストレートのボールまでバットがボールの下を叩いてフライを上げてしまうんですよね。だからその辺のところも、まあ、慣れ運動、これは練習の時点で養っておかなければならないことなんですけども、まあ低めのボールとか、まあ、相手の球種を考えて、まあ、多分このボ、あの場面だったらフォークボール投げてくるなっていうところをあらかじめ考慮していれば、まあ、バットは途中で止まったりだとか、まあ、これはプロの世界でも同じなんですけども、まあ、だからそういうふうなところですね、ボール球をいかに振らないで、ストライクゾーンのボールをしっかりと振るかと、あと、まあ、ツーストライクまで追い込まれた時に、際どいボールは基本的に、振って、ファールで回避したりだとか。まあ、そういうことになってきますね。で、まあ、軽打に徹するとか、そういう方法もあります。とにかく相手の野手の位置をまず確認して、だいたいあの位置に向かって打ち込んだらいいなと、軽打で。外野手の頭の上を越えたりとかじゃなくて。まあ、そういうふうな、形。これはプロでも同じで、まあ、これは、まあ、得点差があろうがなかろうが、自分が塁に出なかったらどうしようもないんですよ。だからツーストライクまで追い込まれたら基本的にはやっぱり軽打を狙うっていうのが高い打率を維持する、まあ絶対的な条件と言ってもいいと思います。ただ大谷翔平選手に関してはやっぱりパワーがすごくありますか、全身の筋力は。なんか多少バットの芯を外れてもホームランにできたりとかしますから、だからその辺のところは、まあ体格とかその人が搭載してる筋力量とかによってしっかり振っていくだとか、まあ相手の外野陣が場面によっては、もうここい、もう絶対1点、上げれないというような場面の時に、やっぱり前進守備とかが、そういう場面があるじゃないですか。やっぱりそういう時は、しっかりと振りに行って、ちょっと芯が外れたぐらいで、まあ、身長がね、180センチ前後ぐらいの人だったら、しっかりボール振りに行って、タイミングさえしっかり合えば、特に変化球は、ボール遠くに飛びますから、そういう外野手が前進守備してる時って、頭の上越えやすいんですよね。ライナー性の当たりさえ、打てば。あとは飛ばす方向、野手の真正面じゃないところ、そういうところを狙ってしっかりと打ち込む。まあ相手野手が動きますから、特にメジャーリーグは。だからまあその辺のところですね。その辺のところをもう一度きちっと対応してもらったら、まあ日本人の各バッターの人たちも、まあ打率上がったり、ホームランの数増えたりだとか。まあそういうことに、つながってくると思います。これはもう高校野球も同じですよ。まあ今回の例を挙げて、特に相手ピッチャーの心理ですね。で、まあこれを高校野球に置き換えると、地方大会で、チーム打率が高いところ、ホームランがそれなりに出てるところ、まあそれプラス、まあ走塁面だとか、相手も情報を持つわけじゃないですか。そして相手ピッチャーとしては、この場面、このバッターと勝負するべきかな、どうかながあるんですね、絶対に。これはもう皆さんもよくご存知だと思います。まあ、甲子園に出てくるぐらいの高校の人たちだったら。じゃあ、やっぱり、すごく当たってるバッターと勝負するのかどうかっていうところで考えると、ボール球を投げて振ってくれたら助かるなと。これはもう、基本的な野球の、方法であって。で、まあ、あんまり球数投げさせたくないところは、申告敬遠とか、まあ、そういうふうな、状況もありますし、まあ、高校野球で申告敬遠があったかどうかは、ちょっと私、今、覚えてないんですけども、まあ、プロ野球の場合は、申告敬遠というものがあって、それは、まあ、あまり球数を投げさせてもという部分の、長いペナントレースという、百何十試合という期間を考えて、まあ、そういうふうなものがあるのであって。
まあ、今回は、大谷翔平選手、まあ、その次の試合でしっかりとあのフォアボールに、切り替えてチェンジできてるっていうところが、すごく良いところだなと。で、走ってる、盗塁してると。今年、まあ、現時点で盗塁、どうでしたっけ？ 20 ぐらいも走ってませんでしたっけ？走ってますよね、それぐらい。20以上でしたっけ。で、しっかりと塁に出た時に盗塁をたくさんすることによって、相手はますますストライクゾーンにボールを投げ込まなきゃならない場面っていうのが増えてくるんですね。だからまあ、多分大谷翔平選手もそのことを理解して、積極的に走ってるんだと思います。で、基本的にやっぱり体大きい人の方が足の一歩のスライドが大きいので、足速いです。足腰しっかりと鍛えていれば、まあ、上半身がこう太っていて、こう上半身 にこう筋肉が偏っている人たちとかの場合は話は別なんですけども、まあ、翔平選手は大谷翔平選手は足腰しっかりと鍛えて、それはもう昔から、まあ、私の方からも、伝えていて、日本球界で、まあ、二刀流がまあ、成功できるようにというところで、まあ、考え尽くした、結果、足腰しっかり鍛えると盗塁ができるぐらいにとすんなりと、やっぱりそれが、速いボールを投げる時のピッチャーとしての、まあ、足腰の土台ですね、コントロール等につながってくる、まあ、威力、ボールの威力もそうですし、まあ、スタミナ面もそうですし、やっぱりしっかりと足腰を鍛えるっていうのは、すごく重要ですね。まあ、今回は大谷翔平選手を軸に、まあ、メジャーリーグの人たちへのメッセージ、まあ、特に日本人の人たちと、あとは、もうすぐ、夏の高校野球がありますから、まあ、高校球児の人たちもこの話を聞いたときに、一つ、その辺のところがしっかりとできているかどうか、まあ、確認しておいていただけたらなと思います。あと、まあ、プロ野球の日本代表の試合を見ていて、しっかり気づかれている方は気づかれていると思いますけども、全員バントできます。バントの練習してきています。それを私から、日本代表の選手に、しっかりと、要請していることであって、やっぱり1点差を争う場面とかトーナメント戦って特に1点でもいいからリードして勝てば勝ちじゃないですか。じゃあどういうふうにして、好ピッチャーからいいピッチングしてるピッチャーから1点取るかっていうことを考えたら、それはもうフォアボールでしょうがヒットでしょうが単打でしょうが塁に出たらノーアウトだったらしっかりと送る、ランナーをセカンドに送る、足速い人だったら積極的に盗塁するだとか、それは相手の持ち球で、例えば落ちる変化球を持ってる人、対応してる人、それはもうセカンド狙いやすいですよね。ボール遅いし、下に落ちるキャッチャーは、下でキャッチしなきゃならない、そこから拾い上げて送球になりますから、時間がかかる、0. 何秒の、差ぐらいになってくる話ですけども、だけどもその 0. 点何秒はかなり大きいんですよ。人間、最大加速まで加速すれば、足腰鍛えている人がですよ、 0. 点何秒あったら数メートル先進みますから、まあ、その 0. 点何秒はものすごく大きな差になってくるんですよ。まあ、初球から足速いランナーがいるときに低めの変化球を投げてくるかどうか、これが去年の阪神タイガースの例えば 1,2 番の近本選手や中野選手など、まあ、他の選手もたまに走ったりしてるんですけども、狙いどころはやっぱり落ちる変化球、あ、このタイミングで多分投げてくるなっていうのがあるじゃないですか、配球的にカウント的に。でバッターとしては緩いボールだったらもうバット止めたらいいと、最初の方でストライクゾーンに入ってくる速いボール、まあ、ストレートをですねしっかりと狙い打つだとか、こういうふうに最初からバッターボックス入る前から頭が整ってくるんですよ。慣れてくるとどうすればいいのか、そしたら躊躇迷いがなくなって、しっかりとした行動ができると。で、しっかりとした結果が出ると。まあ、こういうところですね。まあ、皆さん、長々とご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定を、
今一時停止を押していただいてですね、メモしてもらったら、着信通知の設定の仕方だとかを身の回りの方に聞いていただいたりだとか、販売店の方に聞きに行ったら、教えてくれると思います。で、淡井さんの動画は見ておいた方がいいよと、いうような形で、周りの方に広めていただいたり、私の動画に関しては、対象年齢18歳以上にさせていただいてるんです。これは動画で、過去365日を遡って、動画の再生時間が3000時間を超えたりだとか、それプラス、チャンネル登録者数が500人なのか1000人なのかが超えて、パートナーシップだとか、収益の話なんですよ。まだ僕はそこまでたどり着いてないんですけども、そういったところまで、たどり着いて、収益性がどんなものなのか、どれぐらいお金が入ってくるものなのかっていうものを、世に公表したいという部分もあって、取り組んでる部分でもあり、皆さんへ目メッセージ、大事なことをお伝えしたいがゆえに、18歳以上ということで、年齢制限をかけさせていただいているんで、高校生の方とか、喋ってる内容は全然高校生の方たちとか、小中学生の方が聞いてもらっても問題ない内容ですので、親御さんの方たちが、僕の動画、知っていただいて、自分の子供とかに見せていただいたり、学校の、あとは、高校野球のある高校ですね。そちらで、技術面的なところに関して、先ほど述べたような内容のことを、メモしたりだとか、喋ってるところを、聞いてもらったりだとか、その辺のところで、お互い相互関係の理解っていうところは生まれてくると思います。昨年、例えば阪神タイガースの試合で、この場面はバスターだなっていうところを、あんまり作戦面は僕の方は考えないんですよ。基本的に頭の中を渡したりするような形で、で、それは選手と考えていることが一致しなかったら、選手が例えばストレートを次投げようと、バッテリーでサインを出して、で、僕はもしここは変化球だって思ってしまうと、そのストレートがストライク入らなかったりするんですよ。だから、そういう部分とかもあるので、基本的に作戦面は考えないんですけども、ある程度先に、心の声とかで、走れそうだったら走ってくださいだとか、ファーストのランナーの人に。もしくは、ランナーコーチの人だとか。で、昨年阪神タイガースの試合ではっきり、再確認できたことなんですけども、なかなかバスターって仕掛けないじゃないですか。で、それは、僕はテレビの画面を見てるときに、相手の野手陣っていうものが、どの位置を守ってるのかっていうのは、なかなか分からないんですよ。テレビ見てたら皆さん気づかれると思うんですけども、今前進守備をしてるのか、セカンドとかショートがどれぐらいの位置で守ってるのかとかって、いちいち映さないじゃないですか。むしろピッチャーとバッターをただ映したりするわけじゃないですか。なんか相手の野手陣形が分からないから、その辺の線、これ高校野球も同じなんですよ。僕からの、頭の中を基本的にお渡ししたりとか、そういうふうな形でテレビ見ながら勝ち負けに取り組んだりとかしますけども、ただこれ、意見が一致したらどうなるかって言ったら 100% 決まります。バスターとか。本当に。ちゃんと野手のちょうど間のところ、ボール飛んでいきますから。これが神がかり的な時間の世界で、バントとかを対応して、塁進んで、得点できてとかになってくると、やっぱり相手野手も突っ込んでくるわけじゃないですか。前進してくるわけじゃないですか。そしたらもうそこ上からも叩きつけていくようなバッティングでいいですから、フライさえ上げないで、速い打球さえ転がしたら、基本的にランナー走ってる状態ですから、ゲッツーはなくなるわけで、セカンドに悠々と、到達できるわけじゃないですか。場面によっては、バスターっていうものは有効化されてくるものであって、そこに持っていくには、やっぱりバントとかでランナーを進めるだとか、しっかりと得点を積み重ねていくだとか、
やっぱり僕も人間ですから、ここはこうでしょ、ああでしょっていうのはやっぱりあるんですよ。で、それは自分でも野球の試合を見ていて考える力っていうものを持ってなかったら、この場面は絶対こうだっていうのが基礎的な部分があるんですよ。それはもう日本代表の人たちの監督とかにも今まで伝えてきたことですし、その分は継承されてますし、それも皆さん野球を長年してきてますから、それはしっかりと分かってることですから。だからそういうふうな総合的なところですね。やっぱり甲子園で優勝しようと思ったら、まあ、ピッチャー、例えば1人は、まずなかなか厳しいですね。数年前の、東北の方の高校の、金橋農業、でしたっけ、ちょっと名称間違えてるかもしれませんけど、吉田輝星投手という、好投手を擁しているチームで、その頃まだ東北の方で、東北か県かは忘れましたけども、夏の甲子園優勝したことがないっていう話だったんですね。でもこうなったら、もう野球、中学生の頃から上手かった人たちが、もう全員同じ高校行ったらいいと。特に自分たちチームメイトで、気心の知れた人間だとか、それでもう本気で優勝を狙いに行くと。で、そこに吉田輝星という、好ピッチャーがいましたと。だけども、ピッチャー一人体制ってやっぱり無理あるんですよ、夏場って。スタミナ的にも。あの頃って確かまだ、試合どこかで、まあ、中一日、ぐらいはありましたっけ。昔はね、準々決勝、準決勝、決勝、全部、連日で試合行われてたんですよ。で、今はちょっと間に1日入れたりとかしますけども、やっぱり吉田輝星投手も決勝戦、もう全然ボール走ってないんですよ。明らかにもう体力が出ていて、もう130キロ台ぐらいのボールしかストレートも投げれない。だからやっぱりそうなってくると、やっぱり根本的に無理がありすぎるんですね。だからまあピッチャーを、数人は用意しておくと。で、数人いるからこそ、バッティング練習の時にいろんな変化球を投げれる人たちがいるから、バッティング練習ができて、いろんな変化球に対応できるような状況を練習でしっかりと培っていて、それで甲子園に出てきているから、実戦でも対応ができる。ちゃんと、このボールだったらボール球だなっていうのが分かってバットが止まる。これぐらいの球速のピッチャーだったら、もうそれを狙っていこうだとか、カウントがこうだったら、ああしよう、こうしよう。これらはもうはっきりと分かってくると。そういうような形で、まあ、特にまあ今年は、まあ、石川県の高校、まあ、能登半島の地震の件がありましたから、まあ、夏の甲子園優勝できたら、なとは、私は思っています。多分私のことですから、テレビ見ながら対応しようとするんじゃないかなとは思います。まあ、その時の予定とか、もう今、訴訟とかいろいろ始めてますので、そういうふうな部分とかもあって、どうなるかわからないんですけども、まあ、皆さん、しっかりと、まあ、これはすべての、出場校の人たちに言えることなんですけども、まあ、悔いのないように、取り組んでいただけたらなと思います。以上です。皆さん、長々とご清聴ありがとうございました。まあ、淡井さんの動画見ておいた方がいいよと、周りの方に伝えていただいたり、あとは、まあ、以前、ダイヤのエースっていう漫画があったと思うんですけども、まあ、あちらの方も、まあ、私の方で、テレビ局の方にアニメ化を進めて、まあ、良い内容の作品でしたから。で、まあ、グレイの皆さんに、まあ、もともと一緒に働いたりしたことあるんですよ。フルーツラーパークに、まあ、B’z の皆さんもそうでしたし、ルナシーの皆さんもそうでしたし、他にもいろんなバンドの人たち、当時僕と一緒に働きに、まあ、1998年ぐらいの頃なんですけども、働きに来たりとかっていうことがあって、で、そこから、まあ、僕の話とかいろんなことを知って、歌詞とか曲を作ってくれているのであって、で、まあ、グレインの皆さんも、まあ、何曲か、ダイヤのエースの、曲を作ってくれてると。
空が青空であるためにと、あと流星の、まあなんとかと、あと何でしたっけね、あともう一曲、良い曲、この3曲に関してはまあ超一線級の曲ですよね。その曲としてのクオリティ、まあまだ高校生とかの頃で野球とかにこう熱中してる時って没頭してる時って、まあ、なかなか音楽を聴いたりする機会とかがないと思うんですけども、まあその辺のところは僕のホームページ、淡井圭介の履歴の、まあ、64番から65番ぐらいまでの間のところに、まあ今までの音楽業界の人たちの曲とか、あの日本の男性バンドベスト100だとか、まあそういうふうなところがあるんで、そういうふうな曲聴いてもらったら、あのどういうふうな作品、力入れてるだとか、まあ昔からあの、まあ漫画業界、アニメ業界、音楽業界とは深く関わっていて、まあそれは商業原理的なところとか、倒産とか民間はありますから、まあ、世界に販売も広げて、まあどうにかしていくっていう部分があって、まあゲーム業界もそうですよ。そこもどういうふうな曲をつけていくかっていうところで、散々競技して、決めてきたことがありまして、まあそこをしっかりと守られている方たちはやっぱり結果がついてきてます。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあ僕のホームページとかもいろいろ閲覧していただけたらなと思います。以上です。